これからも継続していきたいですね。はい、さあラモスが突き上げ、これは抜いた、ナイスドライブ、素晴らしいパス、比江島に、比江島が自分でおっと倒れたがファウルはない、ファウルはない、エドワーズからヌーブルがいる、スリーポイント、その寺園がスクワークブロックショット、高島でした。これでウィルスには11点、ミスマッチできてますね、はい、サイド、あここもミスマッチになっている、身長差がある、はい、そしてニュービルがスリーポイントショット、これでニュービルも2分の2、さあニュービルが松下がついているがかわして中にスプリットしてエンドワン、あすごいな、ナイスプレー、そして竹内にはデモンブルクス、ホトゥにはクロフォード、中で比江島がいたがイカルガが行くのか、うわ素晴らしいパス、いいですね、あのスクリーンをかけた後のポップが効いてますね、はい、はい、イカルガが自分で行くの外に出した、小川よく決めた、ナイスアタック、あエンド1人振り切ってワイドオープンでスリーポイント、ナイスリバウンド、渡辺がよく拾いました、ニュービルが今度はニュービルが打つ、これで3分の3、エドワーズからホトゥ、そしてニュービル、ニュービルは今日当たっている、見事な2面ゲーム、ナイス、北海道一方の宇都宮、インサイドのやつか、ホトゥを選択、得意のショット、インサイド、はい、そして竹内、竹内そしてリリからのまたホトゥですね、あっとホトゥがいた、なかなかついている、ホトゥとデモンブルックス、ニュービルがうまくフリーになってスリーポイント、あまたしても来ました、すごい、コーチがうまくタイムアウトを取って切っていくという、うん、はい、いやだからこのニュービル、ニュービル、やっぱりこのブレックスのオフェンス、このニュービル選手がピックアンドロール、今度は比江島負けちゃってる、これが日本代表のエースの3分の3です、中野がグッドディフェンスを見せた、ただそこからも落ち着いている、打ってくるウイングの位置からどうか、来た4分の4、また入った、ニュービル、比江島、中野で行くのか、行った、おっとここブロックショット、竹内が空いている、スキップパスを見せた、今度は遠藤、リズムよくキャッチアンドシュート、スティールした、少しミスで出ましたね、はい、そしてそのミスを得点につなげるのが宇都宮の強さ、打ってくる5本目、今日これで6分の5、まあ、キャリアハイでは1試合10本というのがあります、今シーズン最多は6本、それにあと1本と迫ります、のインサイド見てますね、今のね、比江島が打つ5分の5、またタイムアウト北海道、やはりこの後半の立ち上がり、ここが鬼門となっているホームの北海道です、いやここの3ね、今竹内がナイスプレーでしたね、比江島選手、先ほどここなんですね、はい、ホトゥ選手にスクリーンかけていたんですけど、はい、いやボールが動きますね、ビルが中に入ってくるか、竹内のスクリーン、ホトゥオフェンスリバウンド拾う、あうまい、うわうまいステップを見せた、得意のフックショット、はい、比江島、そしてニュービルが中に入れた、ホトゥ空いていた、見事なフォローアップ、中野塚さん右サイドにいる、ユーロステップからファールはない、ファールなし、ここで竹内、この竹内のパスが効く、ミラッチから渡辺、エドワーズのスクリーンを使って、おおナイスパス、見事なパス、北海道がそうです、ね、この第3クォーターに後半3度目のタイムアウト、皆さんのフェイス力に少しやられてますね、ナイスパスでしたね、これね、宇都宮のうまさというのはどのあたりに感じますか、いや、 やはり、まあ、これはセカンドユニットで出てくる選手たちが差を広げようという宇都宮ブレックス、
鍋タイムとなるか。ここで来ました。自らの B1 通算400試合に花を添えるスリーポイントショット。少しパスをずれましたが、寺園がマークにつく。おっ、ここで比江島がスリーポイント決めていきます。まだ落とさない、まだ落とさない、今日6分の6。いいですね、伸び伸びプレーしてますね。はい、イカルカがボールを持って、そこには菊池がついている。ギャビン・エドワーズ、ウィングの位置からスリーポイントが決まる。遠藤も素晴らしいディフェンスです。そして竹内も体を寄せる。イカルカナイスヘルプ。ターンオーバーなる。寺園、寺園には小川がついている。このトップのピックアンドロールですね。おー、寄ってる。あーっと、ここでイカルカがいい反応。いやー、2回連続イカルガ選手ナイスディフェンスでしたね。イカルガバスケット IQ が非常に高いと評価します。マキ前三フォーツ。いやー、ナイスパスでしたね。小川。おー、ナイス。高島、高島がいた。ナイスドライブ。10点乗ったら大きいですよね。そうですね。おっと、抜けた。抜けてきた。ダブルクラッチで決めてくる。小川もいいアタックしてますね。いいアタックしてますね。ここで小川がまたしても見せた。クローターショット。小川のこのセンスっていうのはどう感じてますか。はい、いや、いいですね。期待されています。さあ、ここで村岸のいいアタックでステップを変えてきました。いや、ベンチ盛り上がってますね。小川が高島へミスマッチになっている。そこをついてきます。強いアタック。これ湿気がフローターショット。101点、100点ゲームにしてみせました。